こんにちは、あるいはこんばんは、ゆあんど院長です。今日もいただいた質問にしこしこお答えしたいと思います。はい。しまドット、あ、これ、俊也のアドレスだった。はい。いただいた質問を読みますね。おはようございます。ずっと疑問でした。体がしんどくなったので、以前整体行ったところ、だいぶ自律神経が乱れていると言われました。仕事は夜勤の重量計、整体師の方にはその時にはお伝えしていませんでした。私の辛い場所を何箇所か話しただけでした。その後にどんな仕事をしているのかとか、自律神経を整える方法など教えてもらいましたが、整体師の方はどこを見て触れて自律神経が乱れていると判断するものなんですか？私自身だいぶ自律神経が乱れてるなと実感していたものの、その時は何でわかるんだろうとびっくりしてしまい、施術してくださった方に聞きそびれてしまいました。本当に乱れている方に言うものなのか、体が辛い人みんなに言うものなのか、かっこ悪い。疑問が尾を引いているので教えてもらいたいです。よろしくお願いいたします。40代女性ということですね。はい。大体ですね、こっち側に入り口があるんですけど、ここから入ってきた人はほとんど乱れてます。はい。もっと言うと、現代人ほとんど乱れてます。乱れてない人の方が少ないと思う。はい。満足のいく人生を送っている方は乱れないかもしれないですけど、みんなストレス抱えてきてるんで、はい。大体乱れてるんですよ。言えば当たるんですよ。はい、さらに言うとお医者さんとかが、頭痛とか腹痛とかなんかいろいろ調べても分かんない原因不明の場合はこれは自律神経失調症だねみたいなことを言うんですね。はい、それで解決するんですよ。そういう単語をみんな知ってるから、あ、そうなんだって。具体的に何がっていうのはね、医者も分かんないんだから。で、僕らは何によって自律神経が失調してるのかね、ホルモンバランスなのか何なのかね、いろいろあると思うんですけど、僕らがってこの行った先の人は知らないですけど、背中の張りですね。はい、背中の張り、腹筋の張りで、腹筋の張りからの腰の痛みなんかはもう触った瞬間にはもうこれいってるねと。ストレスが溜まってると背中丸まって腹筋が固まってると内臓の動きが悪くなってるんですよね。内臓って一番自律神経をコントロールして活躍する場所なんで、その動きが乱れてると内臓の前にあるお腹のとこ、腹筋をこう押すと痛いんですよ。そうすると連動してですね、反射の反対側の腰がめっちゃ痛くなる。だからつまり痛くない人は整体院基本来ないじゃん。なんで来てる人はほとんどそういうことなんですよ。で、僕らはね、整体師だって診断とか治療行為をしてはいけないんですね。診断なんかもってのほかなんですけど、お医者さんが見るものなんですけど、これちょっと自律神経失調症ですねって言ったらもう逮捕です。はい、まあそんな感じですよ。だいぶ乱れてるのかちょっと乱れてるのかなんていうのは触ってわかるもんなんだろうかなと思うんですけど、それを言うと魔法の言葉ですから、直さなきゃ整えなきゃみたいな、わかる人なんだ、触っただけでわかるんだ、じゃあここすごいんじゃん、通わなきゃってなる魔法の言葉です。はい、みんな乱れてますよ。来る人みんな乱れてると思っていい。うん。ストレスない人どんぐらいいます？逆にもうちょっとコメント書いてください。僕ストレス一切ないです。でもそういう人は乱れてないかもしれない。それでもね、まあ大体の人はね、本当、まあ、病んでるってとこまでもちろんいかないけど、ただこう先進国の4人に1人はうつ病もしくはうつ病予備軍って言われてるわけですよ。でとなると、そういう症状が出る前に痛くなる場所、背中で、精神の病や精神の不調っていうのはどこに出るの？神経に出る。で、神経に出るっていうのは自律神経に出るんですよ。自律神経に出るとどこに影響が出るのって言ったら、自律神経でコントロールしてる内臓とかなんですよ。はい、まあそういうことですよ。まあ言えばね、大体当たるんですよ。占いと一緒ですよ。うん、何か悩んでることがあるねって占い師に言われたら、まあその通りでしょ。なんでわかるんですかみたいな、うん。そうじゃないです。来ないからね。まあこういうことです。まあこういうことですよ。まあ問題はね、じゃあそれでこの自律神経が整ったっていう自覚がありましたかって話なんですよね。乱れてますねに対して整いましたっていう、整ったわっていう、がっちり整ったわっていう実感ありましたかってことで、そこまで整えられたら言う権利があるけどね、この人は、この整体師の人はねっていう感じです。毒ですかねこれ、闇ですか、大丈夫ですかねこれ。はい、まあまあね、こういうちょっとえぐる質問が好物でございますということです。ご視聴ありがとうございました。